環境の話っていうのはこの誰が言ったか分かんないっていうところが、まあ、一つの面白いところっていうか、まあ偽善的なところなわけですね。どうせ嘘を言うもんですから言った人が名前を出さないんですね。例えば最近評判の燃料電池自動車ですが、究極のエコカーと言われると、まあマスコミではほとんど同じようなことを言うんですが、究極のエコカーと誰が言ったかは分かりません。こんなこと言った人はもう恥ずかしいので言わないでしょうね。水素と酸素を結合させてエネルギーを得るので、排気ガスも何も出さない理想的な自動車と説明されておりますが、まあ、完全な嘘であります。よくこういう嘘を言うもんだなとこういうの思うんですけども、地球上にある水素というのはですね、石炭とか石油のように炭素と結合している、まあ、いわば燃料ですね、もともとの燃料、まあ、こういったものとですね、もう一つは水素と結合して、水素と酸素が結合して水になったものですね。水素と酸素の2つがほとんどですけども、石油石炭から水素を取り出すためにはですね、膨大な量の排気ガス、まあ、二酸化炭素が出てですね、まあ、現在では1つの1単位、まあ、1キロカロリーのエネルギーを持つ水素を取り出すのに最低でもその3倍のエネルギーを投入しなければならないわけですから、それならもう最初から石油を燃やした方がいいと、まあ、こうなるわけですね。それからまあ水から水素を得るってことでよく言う人がいるんですが、水っていうのは最も安定した状態ですので、そこから水素を取り出すにはですね、やはり得られるエネルギーの3倍以上のエネルギーの投入が必要になります。これはですね、もうそろそろやめた方がいいと思うのは詐欺なんですよね。犯罪なんです。現在の社会でですね、自ら水素を取り出しそれをエネルギーとして使用できるから無限に得られるというようなことを言う人はですね、永久期間が存在するという嘘を言って人を騙す人はもう最近これ時々は犯罪で捕まってるんですけども、絶対に科学的にありえないことを言って人からお金を取り上げるっていうのはもうこれ警察の捜査なんですね。僕一回このこういうことを言う人の捜査に協力したことあるんですけどね、もう検事が来ましたよ。もう検事が来るレベルの嘘なんですね。ですからまあ、今は平気で究極のエコカーなんて燃料電池のこと言ってますけども、これが誰が言ってるのかですね、マスコミが結局言ってるんですが、マスコミに聞いたら多分自動車会社が言ってるというのか、官僚が言ってるっていうか、経産省が言ってるっていうんでしょうね。経産省に聞いたら自動車会社が言ってるっていうんでしょうね。自動車会社に聞いたら、いや私たちは言ってません、評論家が言ってるかもしれませんと言うんでしょうね。まあ、こういった問題です。もともと水素っていうのをちょっとこう説明しておきますと、もともと地球ができた時、地上に水が残るっていうのは非常に際どかったんですね。温度が高かったので最初は水は蒸発しておりましたし、オゾン層がなかったんで非常に太陽の光が強かったんですね。でそれどんどん水が分解されて水素になり、できた水素は全部地球の外に出てっちゃったんですね。ちょっと地球はちょっとちっちゃい星なので、水素というような軽いのは宇宙に飛んでっちゃうんですよ。ところがまあ偶然に言ってますか、幸運に言ってますか、水がなくなる前に地球が冷えたので水が残ってる。つまりこのことでも分かるように、水素というのは地上では残らないんですよ。だから水素を自動車に詰めて使おうとすると、石油とか石炭を分解するか、もしくは原発を使って原発の電気で水を分解するかということで、まあいずれにしてもエネルギー効率が悪い、つまり環境汚染する工場をかなり作る必要があるわけですね。ところが最近のこの嘘はですね、頭隠して尻隠さず、つまり自分が自動車を走らせるときに自分だけは排気ガスを出していなければいいと、他人が出してても構わないと、まあ、いうことですね。まあこれはまあ昔は僕はドラ息子の論理って言ったんですよ。この自動車もエコだろう、ガソリン消費が少ないんだ、いや実は値段が倍ぐらいする、だけど値段が倍するのはもちろんそれだけ材料を使うからエコじゃないんですが、それは親父が出すと、親父が出したことは俺知らないよと、まあいう理屈ですね。それの典型的なのは例えばテレビですよ。テレビつけても煙出ませんよ、排気ガスも出ませんが、それはテレビは電気で動いてるからで、その電気を作る発電所が遠くにあって、それが原発だったり石炭火力発電所だったりして、そこから放射線とか二酸化炭素が出るんですけども、俺の家からは出てないからテレビはエコだと言ってるのと一緒なんですね。そんなエコってのあるんですよね。エコっていうのはですね、地球全体を見てとか、その地域全体を見て
環境を汚さないものをエコというんであって、自分だけが何か出さなきゃいいっていうエコは、これはもうまさにエコの逆、反エコなんですよ。だから燃料自転車は反エコ、逆エコ自動車っていうんですかね、そういうもんですね。だけども現在の日本社会仮想なので、誰か名前がわからない人が究極のエコカーというと、それが定着してお金を出します。具体的には1台720万もする燃料電池自動車をですね、マスコミが究極のエコカーと言ってですね、まあ、これ言わせてるんですけど、1台200万のお金、まあ、これ補助金と言いますけど、国民のお金ですね。それを国民の了解なく官僚と会社で決めるんですよ、200万と。すごいですよね。経産省が200万と決めたって言うんですよ。一体誰のお金なのって言いたくなっちゃうんですね。もちろん通産官僚はお金持ってません。通産官僚がお金持ってないので、そのお金はもちろん赤字になります。ない袖を振るんですからね。つまり政府が国民に借金して自動車会社に渡したわけですよ。了解なく、国民の了解なく借金して渡したのに、これを国が借金したというんです。これ主語をここで変えるんですね。政府と国は同じではありませんから。で、誰の了解を取ったかも言わずに、その子孫にツケを回すと言ったんです。ツケを回したのは経産省の官僚であって国民じゃないんですよ。で、それで今度は財務省が消費税を上げなければ財政破綻すると、まあ、言うわけですね。まあ、そうしますと、子供思いの日本人はそれは大変だということで、誰が借金したかということを考えずにですね、消費税を上げないと日本国は大変なことになると錯覚するわけです。借金をしたのは返す当てを消費税の増税しかないことを知っていて自動車会社にお金をあげた政府と官僚ですからね。まあもちろん目的は天下りだったり票が欲しかったりいろいろするんですが、まあそういうことがあると。で、もちろん国民に、政府が国民に借金を借りたんですから、国民が借金を返す必要ないんですよ。消費税を増税して返す必要なくて、借金した官僚ともらった自動車会社が払わなきゃいけないわけです。もう本当これ騙しちゃいけないと思うんです。騙されては、これも本当子供のためになりませんよ。国民一人当たり800万円の借金と言ってますが、違うんですね。国民一人当たり800万円の債権ですからね。親、例えば4人家族ですと、親は一人ずつ800万円のを政府に貸してるんですから、国民、子供は政府にお金を貸してるんですからね。これも絶対間違いない。もう逆になりますからね。あっという間に逆になりますから。もうこれで必死ですからね、今政府は。もうこれをですね、この騙しがバレたら大変だって言うんで、もう必死ですからね。だから、これ騙されちゃいけないと。子供には一人ずつ800万円を私たちは、政府へ貸してるお金として子供に渡しているんですから。今までずっと渡してきたんですよね。それを消費税が増税されて子供がひもじい思いをするとは逆なんですよ。ここはもう親としてはもうしっかり考えないといけないと私は思います。